年でございます。連結成が1980年、昭和55年ですからもうベテランの連でございます。東州祭写楽、謎の浮世絵師、東州祭写楽、まあ、ひょっとして徳島出たというような説もありますが、その写楽の名前を取った写楽連、これからの熱演をご覧いただきましょう。ではご覧いただきましょう。これが写楽連です。どうぞ。Thank you.
シャラクレンでございました。高円寺さん、お疲れ様でした。タコがどう